シャルル・モーリス・ドー・タレーラン・ペリゴールから1838年5月17日は、フランスのフランス革命から第一帝政、復興政、七7月王政までの政治家で外交官である。ウィーン会議ではブルボン家代表となり、以後も首相、外相、大使として活躍し、長期にわたってフランス政治に君臨した。日本では一般にタレーランと略される。 生は、タレーラン・ペリゴールで、現代でもフランス有数の大貴族であるが、ブルボン王政では、王丹司教、第一帝政では、ベネベント大公であった。日本語での金表記はタレーラン、またはタレーラン。有名な画家うジェーヌ・ドラ・クロワは、その要望を、容姿の告示やフランス政府の保護などから、息子ではないかと言われる。フランス第二帝政の政治家、シャルル・ド・モルニーは孫。 シャルル・マーニュの末裔ペリゴール伯爵の直系子孫を自称する名門貴族の家柄でタレーラン公爵の次男伯爵家の長男としてシャルル・モーリスはパリガランシエル通り4番地で生まれた。シャルル・モーリスは内反則で片足に障害を持っていたため父の職跡であった連隊長の後を継ぐことができず父の指示で聖職者の道に進んだ。 パリのサンシュルピース人学校とソルボンヌ大学で進学を収め、1775年、ランスのサンドニ修道院長の職に就いた。1779年に司祭に除外され、当時から反動魔的な風潮の強かった、フランスの教会においてもガリカに住むの急先鋒として知られた。一族の影響力によって順調に出世し、1788年に、 ルイ16世によって、ウルゴーニュの王ータン司教に任せられた。1789年に三部会の第一、身分議員に選出され、自身が司教でありながら教会財産の国有化という、反カトリック教会的な政策を推進した。1790年に国民議会議長に選出されるとともに、司教職を自ら辞したが、ローマ教皇ピウス6世から、 それまでの反カトリック教会的行為を咎められて破門されている。1792年に外交施設としてイギリスに派遣されるがフランスでジャコバン派による恐怖政治が吹き荒れたのでそのまま亡命しアメリカ合衆国に渡った。1796年にフランスに帰国し当時愛人だったスタール夫人の推薦により総裁政府の外務大臣となるが 1799年に辞任する。ナポレオン・ボナパルトのブリメール18日のクーデターの陰謀に参加し、成立した統領政府で、再び外務大臣となり、ルネビルの和役及びアミアンの和役の成立に貢献し、ナポレオンから高い評価を得る。1803年、ナポレオンの指示でサントル地方のバランス状を購入、所有し、外品の接待に使用した。 ナポレオンの皇帝即位後は、自重長も兼ねたが、ヨーロッパ列強の勢力均衡を図ろうとする彼の考えと、ナポレオンのヨーロッパ支配の拡大戦略とは相入れず、1807年に外相を辞任。帝国県官副大選挙人、元老院議員に就くも、ジョゼフ・フューシェと共にナポレオンの失脚を計画した。1814年にナポレオンが失脚すると、 連合国に壊れて、臨時政府の代表となり、ルイ18世の即位後は再びフランスの外務大臣となり、ウィーン会議に出席した。この会議では、政党主義を唱えて、列強の利害対立を利用し、巧みな外交手腕で、フランスの国益を守った。1815年に、ナポレオンの百日天下の後、一時首相となったが、過激応答派に、 フランス革命期の政治活動を非難され失脚した。1830年の7月革命では、ルイ・フィリップの即位に貢献し、この年から1834年までイギリス大使を務めた。1838年、ハイエソにより死亡。自らの居城だったバランセ上近郊にあるノートルダム礼拝堂に埋葬された。タレーランは、 金儲けに精を出していない時は陰謀を企んでいると酷評されたが、一方で敗戦国が戦勝国に要求を飲ませたことで敏腕政治家、外交家としての評価が高い。ナポレオンとタレーランは互いの天才的な才能を認めあったが、必ずしも親しい関係ではなかった。タレーランの老快な政治手法をナポレオンは絹の靴下の中の糞とこきおろすこともあった。 タレーランは、変説の政治家として嫌われることも多いが、名外交官として、オーストリアのメッテルニヒと並び称され、今も評価が高い。メッテルニヒと共に、外交の天才と称されることもある。タレーランは、長年対立関係にあったイギリスとフランスの、同盟関係を固め、19世紀と20世紀の200年続く、両国の協調と同盟の基礎を作った。 両国の同盟関係により後の第一次世界大戦と第二次世界大戦のフランスを勝利に導いたのはタレーランの外交の遺産であった。タレーランが提案したメートル法が世界の多くの国での両国の基準として広く用いられている。現在でも欧米では交渉の場で卓越したものの代名詞として使われる。ありがとうございます。